秋は涼しく体を動かしたくなる季節。特に歩くことは気軽にできる運動の一つです。そんな中、日常生活での歩くライフスタイルを推進し、健康で活力ある都市づくりを目指す富山市の取り組みがあります。富山で歩く生活をする徒歩活、個人で楽しめるのはもちろんなんですが、実は今いろんな場所でこの徒歩活が広がっているんです。今日は官民連携で広がる徒歩活の魅力をたっぷりお伝えします。公園などの自然が多く、徒歩や公共交通機関での買い物もしやすい富山市。歴史と景観が美しい街並みを作っています。ちょっと歩くだけでもゆったりとした時間の中で新しい発見や季節感が感じられますよね。そして歩くライフスタイルは心にも体にもメリットがたくさんあるんです。まず体へのメリットについて医師に聞きました。まずは当然筋肉強くなりますよね、歩くとね。でその他には生活習慣病全般、血圧が高かったり、糖尿病があるよとかで、そういう方への効果、よく眠れるようになるっていうことと、疲れにくい骨にもやっぱりいい影響があると。もう本当にすごくいいことなんですね。毎日じゃなくてもなるべくというふうなスタンスでいいんじゃないかなと思います。また心にも大きなメリットが。富山市内で開催されているさまざまなウォーキングイベント、この日街中で行われていたノルディックウォーキング教室に参加した人たちに聞いてみると、喋りながら歩けるんですよね、今はちょっとなるべく喋らない方がいいのかもしれないけど、そしたら気持ちも上がってくるし、終わるとなんかすっきりします。まず今から昼飯がうまいですね。それから今日行こうという時に、持っていくものの準備とかウキウキしますね。さらに歩くことは町の活性化にもつながります。歩く時のお供として楽しく活用できるのが徒歩活アプリです。徒歩活アプリは町歩きをより楽しく快適にできるように、スマートフォンの歩数計機能を活用したアプリです。富山市が提供するこのアプリではポイントを貯めることができ、貯める方法は主に次の3つ。1つ目は歩いて貯める。1000歩ごとに8ポイント貯まり、1日で80ポイントまで貯められます。2つ目は公共交通機関の利用で貯める。電車やバスに乗ると1日で5ポイント貯まり、週に1回50ポイントのボーナスポイントもつきます。3つ目はイベント参加で貯める。市内で開催されるイベントに参加すると、そのイベントごとにポイントが貯まります。貯まったポイントを使って素敵な商品が当たる抽選に応募することができるようになっています。そしてより楽しめるのがコレクション機能。コレクション機能は実施期間内に参加したいラリーを選択し、指定の場所へ行って QR コードや GPS を読み込むとコレクションポイントが取得できるというもの。コンプリートするとボーナスポイントももらえます。人にも街にも良い効果をもたらす徒歩活、より多くの人への普及啓発に向け官民連携の取り組みが広がっています。こちらの企業では徒歩活アプリを活用しているそうなんです。どんな風に使っているんでしょうか。富山市と連携している企業の一つが富山信用金庫。市内営業店21店舗の窓口には徒歩活のチラシやポップが置いてあり、歩くライフスタイルの推進を行っています。坂本さんも徒歩活アプリをされてるんですか。はい、実は会社全体で始める前にアプリを始めていて、先日1万ポイントが貯まって抽選に応募するようなこともありました。今日は朝15分ほど散歩してきたので1796歩ほど歩いております。
意識とかは変化はありましたかね。はい、土日は近くのスーパーまでなら車で行ってたんですけど、歩くようにその坂本さんをしのぐ役員がいらっしゃるとか。はい、理事長が素晴らしいそうで理事長がたくさん歩いてると伺ったんですけども、6、7年前からだいたいそうだ、月25万ぐらいかな、うん、はい、8月の方はちょっとすごい29万8000毎月だいたいそれぐらい歩いてらっしゃる。そうですね、朝ね5時半ぐらいから3、40分、お昼終わって食事した後15分間ぐらい、まあ、街がねどう変わってるか見たいし、いろんなことを体感したいから、ちょくちょく出てます。で家帰ってこうしてれば8000歩で、そんなに苦労はしてないんですよ。富山信用金庫では毎月24万歩を月間目標としていて、目標を達成した役職員にはクオカードが当たるそう。また人間関係の面でも良い効果が。こういう一つの話題が次へも発展するじゃないですか。そこでまたいろんなねコミュニケーションがどんどんつながっていくと思って、非常に良いことだと思ってます。さらに令和3年10月4日からトミタンの街巡りラリーも始まっています。まずはここ富山信用金庫本店にラリースポットがあるそうなんですが、このラリーでは市内20カ所の飲食店、娯楽施設などでコレクションポイントを集めることができます。ちなみに富山信用金庫本店丸の内支店では店頭でプレゼントももらえるので、ここは外せませんよ。ここにありました。この QR コードを徒歩活アプリで読み込んで、あっという間に読み込みましたが、お、色が変わっているのでポイントゲットできました。その後街中を2分ほど歩いて向かったのが2つ目のラリースポット。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。今トミタンの街巡りラリーをやってるんですけども、はい、あやめ団子が人気のこのお店も玄関前に。ここでもこうしてこうやって一つ一つ揃えていくと楽しいですね。今回この取り組みに参加されたのはどうしてですか。まあ、僕自身なんか大量的な衰えみたいなのを感じてたんですが、まあ、その際にじゃあ最初ウォーキングなんかしようかなって思ってる時にこういったような企画をいただいて、まあ、すぐウォーキングするって言ってもなかなかちょっと壁があるんですけども、こういったようなちょっと面白い取り組みだと歩くきっかけになるのかなと思って参加させてもらいました。なるほど、はい、企業だけにとどまらず街のお店にも歩く意識が広がっているんですね。歩いてポイントがたまり、ラリーでコレクションポイントもたまる。その上、この一ひら二つお願いします。はい、ありがとうございます。この先 の、 富山信用金庫からちょっと歩いてきたんですけど、はい、あ、そうなんですか。この辺は本当にいいところですね初めてこのお店も来れました。会話も広がり、いろんなお店でいろんな味が楽しめる、街散歩にはぴったりかもしれませんね。徒歩活とコラボレーションしている企業には他にも。カターレ富山は令和3年7月に富山市と持続可能な街づくりに関する協力協定を締結。健康で元気に暮らせる街づくりの実現を目指しています。その徒歩活も徒歩をもっと歩いてもらおうよということで、生活スタイルを変えてもらうということも含めて視野に入れた活動にしてまいりたいと思いますし、ひいてはこの地域の経済が発展していくような町の中に一定の節度を持った人の流れというものを作っていきたいなというふうに思っております。官民の連携の取り組みにより徒歩活の楽しみがますます広がっています。こうした町中にちょっと一息つけるベンチ助かりますよね。おいしい。街を楽しみながら快適に安心して歩くことができる環境を整備するため、富山市が推進している徒歩活ベンチプロジェクト。民間企業からの寄付やベンチの寄贈を活用して市が歩道などに設置するほか、民間事業者が設置するベンチに補助金を出すなど、
官民連携によりベンチの新設が進んでいます。その支援団体の一つが富山神通ライオンズクラブ。献血の呼びかけをはじめ、市内の清掃活動などさまざまな地域社会奉仕活動を行っています。令和3年9月、富山市役所内に徒歩活ベンチ2基を寄贈しました。富山神通ライオンズクラブは、SDGs に取り組むことを重点テーマとしております。富山市さんの徒歩活というものを知り、 SDGs のテーマと合致する心があるんじゃないかということで一緒に取り組むことにしました。いろんな方がご利用される場所でございますので、休憩されたりお話できたりとか、そういう場所になっていただければ嬉しいなと思います。空調設備メンテナンスなどを行う日本空調北陸もその一つ。補助金を活用し、令和3年6月、敷地内に徒歩活ベンチを2基設置しました。もともとですね、何か地域に貢献したいということで、市役所へ行った時にね、これを知りまして、設置したというのが現状です。小学校の皆さん方、このベンチに皆さん座って、その踏切を開くっていうのをね、見てますとね、なんか設置してよかったなという気持ちはものすごく湧いてきますね、はい、地域貢献という意味からでもね、これ広がっていけばいいことだなというふうに思っています。会社の敷地内に徒歩活ベンチが設置されたことによって、社員たちの意識も変化したよう。日頃の運動不足解消に歩くことを特に心がけています。地域の方々が使っているのを実際見たんですけど、憩いの場としてもっと使っていただけたらなとは思いました。良い変化は近所の住民へも。たまに電車を見ながらお散歩するときに休ませてもらってます徒歩活ベンチの設置が地域のにぎわいや人との交流にも広がっていくんですね。すべての人への健康と住み続けられる街づくり、 SDGs の目標3と11につながる徒歩活。富山市では今後も民間企業などと連携した取り組みを推進します。この他にも令和3年4月にはツイッターによる徒歩活関連情報の発信が始まりました。あなたも素敵な徒歩活ライフをシェアしてみてはいかがでしょうか。コロナ禍でも健康のために時間や場所を選び注意しながら歩くライフスタイルを実践していきましょう。いろんな場所に徒歩活が増えたことで楽しみも増えてきたように思います。またさらに新しい魅力が見つかりそうですね。